パラドックスポケモン解禁だー。ついにこの時が来たな。と言っても解禁してから1週間ぐらい経ってるけどな。完全に出遅れたよ。出遅れを取り戻すためにも、今日はパラドックスパーティー日したよ。どんだけパーティーに入れても遅れた分は取り戻せないけどな。このパラドックスたちの中で今日使いたいポケモンは、攻撃型叫ぶ尻尾よ。おとなしく普通の型使いな。ちなみに叫ぶ尻尾は、耐久面に優れておりステロ、電磁波や、両壁張ったりなど、サポート型が一般的だね。攻撃方面に関したら、攻撃、特攻ともに65だぞ。不意をつくにはちょうどいい数字だね。不意はつけるかもしれんが火力不足だろ。ちなみに特攻65はコダックと一緒だぞ。そう考えると強く見えるね。見えねえよ。とりあえず今回は、叫ぶ尻尾、鉄の甲斐、とどろく月、この3体で挑むわ。対戦よろしくお願いします。お相手の初手は鉄の包み。素早さが速いポケモンだな。これはチャンスだね。お相手の鉄の包み、防御は高いけど特防はペラペラ。威力140の爆音波で一撃よ。相手は挑発を選択。残念だな鉄の包み、この叫ぶ尻尾は一味違うぜ。くらえ。特攻特化威力140爆音波。思ったより耐えたな。こっちの特攻ペラペラなの忘れてたわ。初戦特攻コダックなんだよ。しかし不意はつけたわ。挑発をかわせるのはでかいな。喉スプレーで火力も上がったし、もう止めれるポケモンはいないね。ちょっと耐久あるポケモンなら止めれるだろ。ミミッキュ交代も考えて、通りの良さそうなマジカル社員にするわ。相手の交換先はルチャブル。これはラッキーだね。マジカル社員にして正解だったわ。特攻も上がってるし今度こそ一撃で落としてみせるわ。さすがに落とせたか。さすが効果力叫ぶ尻尾よ。絶対に効果力ではない。それでもいい感じに活躍してるな。普通のサポート型なら最初の挑発で積んでたわ。相手3体目のポケモンは叫ぶ尻尾。ここに来てミラー対決。お相手の型がわからない。こっちが変な型使うと型が無限にあるように感じるな。こっちは特殊型だし、もしかして物理攻撃型か。それは絶対にない。とりあえず様子見の爆音波よ。半分も入らないだと。何度も言うけど特攻65だからな。特攻コダックだからな。お相手の叫ぶ尻尾は瞑想か。これはちょっとまずいな。バトンタッチも覚えるし、このまま瞑想を詰ませるわけにはいかないわ。食べ残しも厄介だな。なぜかお相手の叫ぶ尻尾が強く見えるよ。こっちの叫ぶ尻尾は強く見えないのにな。このまま居座ってもまずいしポケモン交代よ。鉄のカイナとトドロクツキ、どっちに変えればいいのかわからないわ。どっちも叫ぶ尻尾に有利とは言えないな。鉄のカイナでテラスタルして、雷をパンチでゴリ押すか、トドロクツキのアイエでひるますか。この2択だね。ひるむかどうかわからんだろ。悩んだけどアイエでひるますわ。なぜ運ゲーに持ち込んだ。とどろくつき初めて使うけど、意外に使うの難しいね。くらいつくで逃げれなくして、ゆうまいの起点にする方もあるらしいな。私ならどんな方でも使いこなすぜ。ていうかなんで攻撃上がってんの？素早さ上がる調整のはずなのに。ポケモン使いこなす動向より、まずは基礎から学び直してこい。改めて見たらエースぶっ飛してて、攻撃の方が高かったわ。初歩的なミス。そんなことより今気づいたんだけど、鉄の包みにバトンタッチされたらヤバくね。瞑想で特攻2段階上がってるし、受けれるポケモンいないな。とどろく月の素早さ上がってたら上から殴れてたのに。ここでひるまなかったら終わりだな。ひるめ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 。よっしゃあひるんだぜ。こういうところは運がいいな。っていうか圧倒的に有利なはずだったのに、なんでこんなヒヤヒヤする試合になるんだ。私の実力にかかればこんなもんよ。もっと実力つけてくれ。このアイエで落とす予定だけど、落ちるのかこれ。微妙なところだな。なんとか落ちてくれたか。もしかしたら乱数だったかもな。あとは体力残りわずかの鉄の包みだけ。こっちは全員体力満タン、100% 負けないね。チェックメイトだな。冷凍ビームも耐えるはずだから、とどろく月で終わりよ。ギリギリだけど本当に耐えたな。あ。何こう落ちちゃってんのこいつ。ここに来て負ける可能性が出てきたな。多分叫ぶ尻尾でとどめをさせということよ。神がそう言っているのよ。神じゃなくて神が言ってるんだな。同じくらいのパラドックスとして、叫ぶ尻尾にとどめを刺してもらいたいのよ。とどろく月もくらいだけどな。ここでお相手テラスタルを切ってきた。いやどこ映してんだよ。何があったのか全くわからねえよ。バグか通信接続が悪いのかわからんけどたまにあるね。右端のお姉さんの動きで刺してくれ。よくわからん動きしてるだけだろ。あんなんでテラスタルのタイプわからんだろ。というわけで氷テラスタルになりました。どういうわけだよ。凍らなければ勝ちね。さすがに2連続で凍らないだろ。さすが叫ぶ尻尾ね。耐久もかなりあるな。テラスタルなしだと2回は耐えてたな。1戦目はいい感じの活躍だったね。初手の挑発をかわせたのが大きかったな。この調子で2戦目も張り切っていくよ。2戦目やってくよ。パーティーはそのまんまなんだな。同じパーティーだよ。とどろく月も同じ方だよ。そこは調整しろよ。
お相手のポケモンだと、コータスが厄介だね。よく見ると相手ハレパだな。ロトム以外ハレに恩恵があるね。しかーし、ハレに恩恵があるのはこっちも同じよ。相手の古来ポケモンにもハレに恩恵があるので、ハレパを使うときは注意だな。今回は初手に叫ぶ尻尾。さっき出番がなかった鉄の回な。最後に未来のエースポケモン、鉄の武人この3体で行くわ。あんまりハレの恩恵受けれないな。叫ぶ尻尾がいれば大丈夫よ。叫ぶ尻尾課題評価しすぎだろ。ちなみに CS ぶっぱだから古代活性したら、能力上昇は素早さだね。特攻じゃないのかよ。それでは、対戦よろしくお願いします。お相手の初手は羽ばたく神、種族値が尖ってるポケモンだな。防御がペラペラだからサイコショックしてくよ。挑発が来ると予想したけど素直にシャドボしてったね。それでも普通に耐えるのはさすがの耐久だな。そして返しのサイコショック。まあまあのダメージだな。一撃で落としたかったのに。ここは迷いどころだね。このまま叫ぶ尻尾が落とされると後続にかなり負担がかかるので、ノーマルテラスタルしたいところだけど、ムーンフォースとかされたら終わりだね。いきなり大事な場面だな。お相手スカーフの可能性もあるので、ここはテラスタルするわ。相手もいきなり、叫ぶ尻尾にテラスタルするとは思わんだろ。もしこの方が流行ればこのテラスタルも読まれることになるのね。どうせ流行らないからそんな心配しなくていいぞ。今回 CS ぶっぱにしたけど、HC ベースにしても面白いかもね。割とどんな方にもできそうだな。さて運命の時だよ。シャドボなら嬉しい。ムンホなら敗北よ。釣り合ってない二択だな。無事シャドボをかわして嬉しい気持ちだよ。それはよかったな。サイコショックで落とせる質疑のポケモンが気になるね。お相手のパーティー的に何が来ても対応できそうだよ。耐久が高いだけでなく素早さが速いのはでかいな。今ノーマルテラスタル状態だから爆音波もタイプ1で打てるよ。爆音波とも相性がいいのはいいな。次のポケモンはグレンアルマ。全く問題ないね。素早さはこっちが速い。砕ける鎧は意味がない。防御は高いけど特防は普通。100万でこっちの勝ちよ。何の役が揃ったんだよ。ダメージしょぼくね。一応威力210なんですけど、さすがに直気持ちだよね。叫ぶ尻尾の火力がないわけじゃないよね。低火力のせいでダメージ計算おかしくなってるじゃねえか。叫ぶ尻尾はここまでのようだな。十分に活躍してくれたわ。特に羽ばたく神を倒したのは大きかったね。あいつを倒さなかったら正直ヤバかったからな。砕ける鎧が発動したら面倒だし、特殊型の鉄の武人で攻めてくよ。一応催眠術覚えてるけど、外すの怖くて押せないわ。なんでみんなバンバンと催眠術を押せるのかわからないわ。おとなしく道連れにしとけ。だって催眠術の方がロマンあるし、そこにロマンを求めなくていいだろ。相手リーピアに変えてきたな。もしかしたら物理受けで変えてきたのかもね。威力65のたたり目でこれだけ入るし、次のムーンフォースでギリギリ落とせそうね。乱数になりそうだな。ナイス急所、これはずるい。残りはグレンアルマだけ。タスキも残ってるしかなり有利だね。相手テラスタル残ってるからそれ次第だな。もしかして催眠術チャンスなのか？そんなチャンスはない。おとなしく体力削っとけ。催眠術の出番なしか。とりあえずたたり目で削っていくよ。やっぱりテラスタルしてきたか。どのタイプでもおそらく勝てるはずよ。これは草テラスタルか。おそらく特性はもらい火だね。確かに草テラスタルともらい火は相性いいな。先月かなりボコボコにされたわ。トラウマにされたんだな。こっちが使うと活躍しないくせに。それはプレイヤーが悪いんだろ。たたり目でこんだけしか入らないし、やっぱり直気持ちね。叫ぶ尻尾のところで気づいてほしかったぜ。次のムーンフォースでも落ちるか微妙だね。道連れ覚えてたら確実に勝ってたんだけどな。それでも私は催眠術の方が強いと信じてるよ。外すの恐れて技打たないから意味ないだろ。ギリギリ耐え上がったか。それでも特攻下がったのはでかいな。冷静に考えて、ムーンフォース、たたり目、威力210爆音波を耐えるのはやばいね。特攻コダックが混ざってるけどな。改めて直気の凄さを思い知らされたよ。今回の鉄のカイナはそのやばい直気持ち。残念だけど一撃で倒すのは無理ね。鉄のカイナは特防が低いけどそれを直気でカバーできるのか。腹太鼓も覚えるから、鉄のカイナは要注意ポケモンだね。安定して上位にいそうなポケモンだな。特攻下がってるとはいえすごい耐久だな。これが直気の力よ。この鉄のカイナに好きなどないわ。そして返しのインファイトで終わりよ。叫ぶ尻尾の活躍もあり後半は割と安定して戦えたわ。最初の賭けに勝ったのはでかかったな。もしよかったらみんなも使ってみてね。不意の攻撃をつけると楽しいわよ。楽しいけど勝てるかどうかはわからんけどな。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。パラドックスポケモンはまだまだいるので次回も使っていくよ。次はどのパラドックスを使っていくんだ？まだ決めてないけど、電磁ホースなの毛皮を使ってみたいね。おとなしく普通の型使いな。